皆さんこんにちは。響の所属声優が YouTube でお送りしている響きスタイル。今日の担当は青木ひなと立石凛と千春です。さてさて、今日は3人で何をやるのかと言いますと、11月21日日曜日に開催される響きスタイルプラス秋の大運動会の予行演習を行いたいと思います。具体的にイベントでは大運動会をテーマにさまざまな競技で競い合うそうなので、3人で本番を想定しながら体を動かしていきましょう。響きスタイル。最初に行う競技はこちら。早く美しく T シャツ畳レース。こちらはですね、過去のイベントグッズなどの T シャツを使った競技でございます。ちなみにこのお二人が持ってくださってる T シャツはですね、響オフィシャルストアでこちら販売中ですので、よろしかったらチェックしてみてください。お願いします。はい。こちらはですね、ぐちゃぐちゃの T シャツを30秒間で何枚畳めるかを競います。はい、それでは皆さん準備はよろしいですか？はい。それでは参ります。予行演習スタート。これすごい。やるんだ。もうやばいかもしれない。でかいな。でかい。そう。でかいから畳みづらい。ミコロンベーカーかわいい。あっという間でしたが、皆様進捗情報どうでしょう？ちょっと T シャツでちょっとついていきますよ。こちら1枚目でございます。どうでしょう？綺麗ですかね？綺麗。なんではないです。じゃあ2枚目いきます。はい、こちらです。綺麗ですね。綺麗ですか？ではこの四角のね形がちゃんとできてる。あ、なんか大丈夫です。ありがとうございます。3枚目。ああ、綺麗ですね。可愛い可愛い。よかったよかった。はい、4枚目。ちょっと軸はずれてるけど。オッケー。ありがとうございます。最後ラスト5枚目でございます。あ、これはちょっとあれアウトかもしれない。じゃない。ちょっとだって XL 畳むの難しいです。難しかったですかね。これはじゃあどうですか。楽しみです。ソムリエとしてアウトで。ということで私は1、2、3、4枚ですね。はい。りんちゃん考えてみましょう。じゃあまず1枚目。1枚目、あ、めちゃめちゃ綺麗。すごい。プロ。アパレルの人じゃん。プロ。文句なしの綺麗さですね。じゃあ2枚目。あ、綺麗。可愛い。綺麗にね柄も見えて、可愛い。これ素敵ですよ。2枚、はい。3枚目。じゃん。あ、でも綺麗ですね。やっぱり。上手かも。黒が多い。黒が多い。私ラストですね。はい。じゃん。ああ、綺麗、綺麗です、綺麗です。全クリ。文句なしの。やったー。綺麗。1枚目。ダダン。綺麗。綺麗。やった。じゃあ次2枚目。ダダン。綺麗。もしかしてカジスキル。あるのかな。一応一人暮らしなんで、一応ね畳む機会は。綺麗。めちゃくちゃ綺麗。こちら3ですね。そうそう。4。まあありですよ、これは。これあり。大丈夫。大丈夫です。じゃあ4。あれ？あれ？ということは全員4枚。次の競技はこちら、風船しりとりゲーム。こちらはですね、時限爆弾のついた風船をリレーをしながらしりとりを行い、風船が割れた時に爆弾を持っていた人の負けという競技でございます。こちらは2回戦で行いたいと思います。はい、ですね、今回は運動会にちなんでスポーツに関する言葉でしりとりをしていきたいと思います。最初の文字は響の「ひ」からスタートいたします。はい、それでは準備よろしいでしょうか。はい、予行演習スタート。じゃまずこれを抜きます。うわー、響きスタイルプラス秋の大運動会。犬かき。きって何？怖い怖い。き金メダル、あれ？これはちょっと審議タイムですか？これ審議ですね。審議ですね。でもこれは多分私の負け。りんちゃんが脱落してしまったということで、はい、私と千春さんの勝負となります。はい。今回は私からいきたいと思います。はい。始める文字は響きのきから始めたいと思います。はい。それでは予行演習スタート。でかいんだよね。2回目こんなんかキックボクシング。キックボクシング。グググググ。具合はよく言おうね。具合はよく言おうね。ね寝る子は育つ。疲れた時。青木の勝利。最後の競技は動物相撲です。はい、こちらはですね、ロープをお互いに引っ張り合い、陣地から出てしまった人が負けとなります。それでは青木バーサス立石、はい、参ります。予行演習スタート。長いよ。いいね。結構白熱してます。割といい試合。怪我だけないように気をつけてくださいね。青木の勝利です。めちゃめちゃ本気。二人ともくの字になってたよ。続いては青木バーサス千春の対決です。はい。はい、いきますよ。それでは予行演習スタート。いやもう顔が本気なんよな。青木の勝利です。強い。始まってすごい。青木さんが下の目するよ。そんなことしました。もう勝者はね決まっておりますが、こちらの試合も残っておりますので、最後の試合いきたいと思います。はい。立石バーサス千春さん、予行演習スタート。よっしゃー。もういける。頑張れ。これはいかに決まれ。これはでも白熱しておりますね。よくいいですね、これは。一回緩めてから。ビクトリー。良い試合でしたね。響きスタイル。以上で全ての競技が終了いたしました。お疲れ様です。ここで今一度勝者の確認をしたいと思います。まず T シャツ畳レースは引き分けで、しりとり風船しりとりゲームは私の勝ち、ロープ相撲も私の勝ちということで、総合優勝は青木ひなちゃんです。おめでとうございます。ありがとうございます。強かった。まあこれを踏まえましてどうでしょうか。21日の本番、先輩たちにちょっとね打ち勝っていけるのでは。そうですね。弱い話ですか。いやひなちゃんが青組、で私とくりりちゃんが赤組ということで、2人の力をもってしてもひなちゃんに勝てなかったっていうのが。赤組の先輩に申し訳ないです。いや今回練習できたんで、確かに本番いけるんじゃないですか。確かにここに先輩の力がプラスされるっていうことだから、はい、もっと強いです。そうですね。私たち。じゃあ私のちょっと期待の新人として青組頑張っていきたいと思います。はい、ということで改めまして、響きスタイルプラス秋の大運動会は今週末11月21日開催です。はい、生配信もありますので、皆様のご都合に合わせてイベントに参加してくださいね。そしてブシロードメディアからのお知らせです。11月8日に単行本3冊が発売しております。コミックブシロードウェブにて連載中、テレビアニメ「バトルアスリート世代運動会リスタート」の公式本編コミカライズ「バトルアスリート世代運動会リスタートプリマステラ」1巻と大人気「刀剣乱舞オンライン」のアンソロジー4コマ漫画「4コマ乱舞」4巻、そしてアニメ制作のリアルを描く大人気テレビアニメの公式コミカライズ「白箱3巻」、お近くの書店や専門店でぜひお手に取ってみてください。電子書籍も同日発売ですので、電子書籍派の方は各電子書店でもチェックしてくださいね。ということで、このチャンネルの動画は響の誰かがどんどん更新していきますので、ぜひぜひ気に入ったら、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日の担当は青木ひなと立石凛と千春でした。